スタジオしよしです。こんにちは。今日はこの生地で巾着を作りたいと思います。ほつれちゃうのでこのロックミシンで四方をこうほつれ止めロックミシンをちょっとかけていきます。わかるかな。こんな感じになります。この真ん中あたりにちょっと刺繍を入れようかなって今思ってるんで、ちょっとこの刺繍ミシンでちょっと刺繍を入れたいと思います。こんな感じ、出来上がりです。